ちょっと聞きたいんですけど、はい、あのお子様の娘さんの、はい、あの学生時代とかにこうお弁当を作ってはったっていう聞いたことあるんですけど、その時の鉄板の具材っていうか、これは外さへんかったみたいな、なんかあります？卵焼き、卵焼き難しい作るのね、あの層がこうね、あ、綺麗にね、綺麗にやるのが難しくて、卵焼きはよく作りましたね。ふわふわなのとちょっと硬い目とかあるじゃないですか。硬い目じゃないと、あのやっぱり時間が経つから、あ、で火通さないとね、それはもう鉄則でしたね。なるほど。あのね、ランチミーティングっていうのは週に2回あるんですよ、茶道部でね、彼女はで茶道部だったんで、週に2回ランチミーティングがあるんで、お弁当作ってって言われて、で作りましたね。まあ、あの大体全部食べて帰ってきてくれましたが、まあ日によっては今日の弁当いけじゃなかったような怒られたりなんかしてね、でも全部食べてあるやないかみたいな。まあ食材から買い出し行って、もうスーパー買いに行くのも僕大好きなんで、まあ、時間がないと冷凍食品やったけどね。ちなみに卵焼きは甘い派かお醤油派かどっちなんですか？あ、塩っていうか、こうしょっぱいか甘い、しょっぱい、しょっぱい、しょっぱい、